どうにかして。白い毛虫がうじゃうじゃと大量発生。頭上からポトポト落ちてくることも。虫嫌いの市民から苦情や SOS が殺到。毛虫が大発生している北海道函館市で市民から700件以上の苦情が市に寄せられていることが分かりました。虫嫌いの人を恐怖のどん底に突き落としている白い毛虫。アメリカシロヒトリという蛾の幼虫です。街路樹や公園のベンチや遊具など至るところに密集しているのが確認できます。毒性はありませんが、木からポトリと落ちて歩いている人の髪の毛や背中に入ってしまうこともあります。また、地面で潰れて足元がヌルヌルすることも。あ、声に反応するこれ。なんで？あまりの大量発生に市民からは街路樹に大量に毛虫がいる、どうにかしてほしいといった苦情や助けを求める声が700件以上市に寄せられているということです。市では薬剤を用いた駆除を続けるとともに、気温の低下ですでに出没のピークは過ぎたとして市民に冷静な対応を呼びかけています。